はい、孫さん、どうも。今回なんですけども、はい、家でできるギター弾いてみたの音質向上をちょっと伝えていこうかなと思って、はい、で今日なんですけど、はい、なんとその動画にあたって、はい、超強力なゲストがいます。いらっしゃいますね。ライブトーンオーディオの今西さんです。おー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、嬉しい。いや、これすごい。すごいですね。プロのその音響というか、はい、技術を盗もうと思って。いやいや、ぜひね、僕に分かることがあれば。いやいや、もうその家でできる感じの。そうですね。なんか誰でもできるようなこのマイクの取り方とか、はいはい、なんかそういうのできたらなと思って、うんうん、やっていきましょう。はい、準備されてるんで。そうそう、今超裏側みたいな感じで、ちょっと今バタバタしてますね。裏側とっても大丈夫ですか？全然全然。こんな感じで照明とかね、カメラとか。そうですね、すごい。こんな感じでやっておりますね。いや、やっぱりちゃんとすんな俺らもな。僕ら iPhone1 台ですからね。いや、でも神さんのあの感じが僕好き。本当ですか？ゆるい。僕側のそのアンプとかも用意してくださって、へえ、マイクとかも、なんかすいません、本当何から何まで用意していただいてありがとうございます。本当これクジラと57、まあね、メインはこの57でやっていこうかなと思ってる。これでどれぐらい音が変わるのかみたいな。はいはいはい。これ結構一般的にはそんなお手頃っすもんね。お手頃やけど、でももう今結構5万弱ぐらいするんで、こっち1万ぐらいですよね。こっちまあまあまあ、でこっちとちょっといい感じのマイクを使えばどう音変わるのかみたいな、やっていこうと思いますんで、まあちょっとね、準備してからまた改めて撮りましょうか。ウィス、あざす。よろしくお願いします。でも照明があるだけでもそれっぽいですよね。それっぽい。勉強になる。それっぽい。照明も結構 YouTuber さんによってその使ってる照明が結構違うくて、はいはいはい、僕結構これソフトライティングというか、その強い光じゃなくて弱い光を割とこう近くから当てるのが好きで、すごいすごい。モニターもここにあってめっちゃいいじゃないですか。すごい。いや、スタッフさんがいないから、このなんか、あ、ギターのヘタが切れるからもうちょっと内側入ってくださいとか、はいはいはい、僕が全部チェックして、あ、ピンマイクとスタッフが当たってるって、ここでちょっとすいませんって言って直しますねって僕がやらないと、これね、必須なんです。あ、確かにそうですよね。はい、いや、ほんでこう影ができないですね、やっぱり。そう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 、僕らも影だらけなんで。そうですね、めっちゃすごいですよ。そうすごい。照明ってすごいですね、やっぱ。じゃ、この情報出てないですよね、今まで。今西さんの裏側。出てない。あ、いいですか。いや、こんな貴重なね。そうですね。結構 YouTuber の人とか、俺もめっちゃ参考になるわ、これ。全然。今日、まあ、いろいろ、ね、よかったら、ショートとかもね、撮れたら。いやー、撮りたいわ、ショート。ショートコラボですか。ショートできたら、撮りたいなっていう。今西さんの方で、何本か撮って、みたいな。はい、あー、いいですね。聞いてるんですか？あの、スピーカー、はい、マーシャルって、はい、キャビネット、このキャビネットやったら中にこう4発、4つあるんですね、はいはいはい、スピーカーが、はい、で、これ一個一個によって音が違う時が結構あって、あー、なるほど。今日はちょっと割と近かったんですけど、まあ、はいはい、聞いてみて、耳でここのスピーカーが一番こう明るくて、なんやろ、今日欲しいなっていう音があって、でこっちのスピーカーもうちょっと柔らかい感じなんですけど、はいはいはい、今日はちょっと深見さんのギターをこうガツッとみんなに届けたいからこっちかなっていうのと、はいはい、例えば下とかやったら、はい、これまたあの地面に近いっていうこともあって、はい、その低音もすごく返ってくるので、全然音違いますよ。はいはい、それも気になる。僕弾きましょうか。あ、マジですか。下の方が暗いので、まあ、あの、どこを狙うかが結構大事っていう。いや、すごい。これ勉強になります、マジで。後でちょっと喋りますね、ちゃんと。え、孫さん、もちろん知ってましたよね。あ、もちろん知ってるよ。もちろん、もちろん。参考にさせてもらおう。いや、勉強になりますね。めっちゃいい音よな、これ。やばいっすね。あんまりコンパクト使わんけど、
全然使わないですよね、マコトさん。きめ細かくて、なんか、なんていうかな、ギュッて。うん、うん。マジっすか。はい。好きな感じの。こっちで聞いててもすごいですよ、音圧っていうか、なんか迫力が。これ実はあのベース用にって言ってちょっとこう作った若干ミッドナイトっていうエフェクターなんですけど、はいはいはい、実はギターでこの多弦ギターとかドロップチューニングでやるとこういう音が出るんで、はいはいはい、今日はベースなんですか。ベースを意識してあのだいぶこう要は低い音が入力された時にっていうのを意識して作ったんですけど、はいはいはい、いや今日深見さんとやるんだったらこれやろこれやろと思って持ってきました。ドロップ D なんでちょうど相性いい。これやこれや。聞いてて気持ちいいですよ。多分 YouTube 撮るのにここまでやってる人あんまいないですよね。自分でいつもやってて思うけど。ガチですよ。いやなんか音いい音届けたいじゃないですか。さすが。全然あれですよ。iPhone でもいい音届くんだけど、やっぱりねなんか。いやでもなんか次元がちょっと1個違いますもん。いやそうなんです。まだラフですよ。どうですかどうですか。おお、さすがのさすがの音って感じですね。あ、もうすでにいい感じですね。あ、そう、生の音プラスやっぱこう動画上でいい音になるように多分調整してあって。いやーすごい。まこさんは普段の撮影で調整とかしてるんですか。でも俺音量と若干コンプかけたりしてるよ。はい、そのやっぱ iPhone でこう撮るからさ、はいはい、ひろきの声が大きくなるやん。俺の声ちっちゃくなるやん。はいはい、そのバランスは気をつけてるかな。へあと楽器弾いた時の音を下げて、はいはい、いきなりドーンって鳴らんようにみたいな。あ、ちゃんと調整はやってるんですね。してますよ。こう弾き終わった瞬間の声ってリミッターかかって全然遠くに聞こえるやん。はい、喋り声、はい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 、それもこう上げてみたいな。いやこんな裏側普通やんないから面白いですね。ありがたい。すっごい情報が今。本当裏側ですよ。本当裏側いい感じです。オッケー。はい、どうも始まりました。よろしくお願いします。本日のスペシャルゲスト深見誠さん。よろしくお願いします。お願いします。いやすごいな。外の音も綺麗やし、ガチでもいいですね本当に。あ、本当ですか。ありがとうございます。ドロップ D になんか。はい。ハマってるというか。そうなんですよ。結構大変だと思います。どうですか、マコさん。プロのサウンドメイク。いや全然違う。全然違う。ずっと弾きたくなるというか。はい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 、気持ちいい。で今の音をこう聞きながら自分で家で弾けたら、うん、ほんとずっとやってるような。よかったよかった。いや勉強なるわ。全然違います本当。なんかいつものスタジオの音と全然違います。なんかあの。あれはあれでいいですけど、ね、あれはあれでいいですけど、まあねまあね、今日ね、深見さんのこうなんか好きそうなサウンドを交えつつのあれで撮れたんで、すごくいや僕もすごく嬉しくて、はい、じゃ あ, あのセッティングも OK なんで、お本編いきますか。お願いします。ちなみにさっきあの今井さんの方の動画でいろいろ撮らせてもらったんで、はいはい、よかったらそっちもあのリンク貼っとくんでチェックしてください。よろしくお願いします。で、こっちなんですけど、はい、さっきも冒頭で、あ、ごめんなさい。あ、いや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 、拍手しちゃった。改めて今西さんです。今西さんです。よろしくお願いします。で、家で、ね、僕YouTube やってるとやっぱりこう、はいはい、ギター弾いてみたとかのカバー動画の音を良くしたりとか、うん、音作りどうやってるんですかってよく来るんですよ。それをちょっと今回リアルにこの小型アンプを使って実際に聴きながらやっていこうと思って。はいはいはい、いいですね。これ結構皆さんやっぱ練習用にとか持ってる方いらっしゃいますから、はいはいはい、これでねいい音取れる方法があるんだったら
いや、ぜひ知りたいですよね。サウンドエンジニア、ね、はいはいはい、そうですね。なんかレコーディングとかミックスみたいなことも結構やってましたし、ガチガチのマイク、はい、ガチ作ってますね。作ってます。そういう人が教えてくれるこの本当のやり方みたいな、すごいっす、こうするといいよとかなるよっていう、はいはい、じゃあ実際ちょっとやっていきますかね。やってみましょう。一回じゃあ普通の環境で撮った感じのやつ出してみますか、ね、そうですね。じゃあちょっと今ね SM57 シュアーのね、これまた代表的なマイクですけど、これセッティングしてます。お手頃な感じ、お手頃な価格ですね。でこれあのなんか先っぽがなんか丸くなくてなんか大丈夫かなと、どんなマイクって思う方もいらっしゃると思うんですけども、指向性が狭めのマイクになってて、指向性っていうの、指向性っていうのは音のこの取れる範囲っていうかこの方向が狭いんですよ。狭い、こうドーンみたいな、前しか取れないみたいな感じですよ。でこれ何がいいかっていうと、はい、余計な音拾わないんですよ、はいはいはい、エアコンの音だとか、はい、部屋の無駄な反射とかを拾わずちゃんとこの音が取れる、はいはい、ああ、はい、でもアンプの音だけはもう直で拾い込んでいくってことですよね、はい、取りやすい、うん、どんな感じの、多分こうやってセッティングする人多いんじゃないかな、ここがアンプに向けて、はいはいはい、多分 LINE で直接とかもあると思うけど、アンプ使う人だったら多分こういうマイク立ててやる方が圧倒的に高音質ですね、うん、そうですね。だからこれどうセッティングすらいいのってところが多分皆さん分かんないと思うんで、そのあたりを今日は、はい、はい、じゃあ改めてちょっとセッティング、マイクの位置とかポジションを動かしながらやっていきましょうか。お願いします。じゃあまずこれ今これドセンターなんですかね。センターよりもちょっとね外側にあえてしてるんですよね。はいはいはい、ここがちょっと一番今日まあ僕ならここにするかなっていうところをちょっとやってみた感じですね。はい、でちょっとどんな音か。あ、了解です。まあこんな感じ、外で聞くとこんな感じですね。はいはいはい、これを今録音してくれてるので、パソコンの方で。うん、あ、そうなんですね。これを実際聞いてみて、ちょっとどんな感じに変わってるかをこう伝えていけたなと思います。いいですね。あれですね、音像はっきりしてて、おなんかフラットというか別にそんな入りもきつくなく、うんうんうん、いい感じですけどね。僕からしたらもうこれで十分使えるね。高音のセッティングに持っていくコツみたいなのがここいろいろあるので、はいはいはい、まず、はい、ここにスピーカーがあるじゃないですか。これね、はい、スピーカーこれは1個ここに入ってますね、はい、で JC みたいなやつはこれ2個入ってて、はい、マーシャルとかだとこの4発入ってるんですけども、はい、そのスピーカーのユニットのどこ、ユニットっていうのはこのスピーカー、はいはいはい、のどこを狙うかによって結構音が違うんですよ。はいはいはい、でこれも結構簡単で、真ん中、ど真ん中にすると、はい、広域がこうジャギって出てくる。端っこに行くにつれて何でしょう、端っこに寄せると広域が抑えられる。そう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 、丸くなる。そうなんですよ。ちょっとそれやってみましょうか。やってみましょうか。ちょ、僕ちょっとヘッドホンしながらちょっと音確認しながら、はいはい、だんだん真ん中から外にずらしていきますね。ああ、了解です、了解です。今日これね、普通だったらマイクを動かすんだけど、アンプが使えたらアンプが動けるっていうもう万能。すごい。じゃあど真ん中から行きますね。で、はい、だん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 外側に寄せていきます。はい、やりましたね。今どんな感じで一回ちょっと僕も聞いてみていいですか。うん、ああ一歩遅れて気づく男みたいな。ああ、なるほどね。全然違いますね。そう、どうですか、どうですか。やっぱ話しすぎるとこもるっていう言い方、こもるっていうか、ね、まあ攻撃が、ただそのなんだろう、ど真ん中すぎると逆にハイが超痛くなったりするアンプもあるので、はいはいはい、例えばマーシャル、イメージ的なマーシャルが、マーシャルだったり、まあ、あとはフェンダー、まあ、JC もか、なんか結構割とどれもそうかもしれないですけど、基本ちょっと外す方がいいんですか。うん、ど真ん中だとちょっと相当しんどいっていうことになりがちなので、ちょい外しですね。センターじゃなくてちょっと横にずらす。はいはいはい。ちなみに角度もあるんですか、これ。角度もあります。で角度に行く前に距離があるんですよ、まず。距離っていうのがあって、それも気になる。これ今ね結構近めでこうベタってつけてるんですね、はい、で結構スピーカーから 3,4 センチぐらい離したところで、まあ、セッティングすれば大体大丈夫なんですけども、はいはいはい、距離が近いとすごく音がはっきり聞こえるので、うん、もうギターのエッジ感だとかもはっきり聞かせたいっていう時は結構本当に近めで大丈夫なんですけども、はい、もうちょっとお気に馴染んでほしいなだとか、そんなにバキッとした存在感いらないっていう時は話すといいんですよ。はいはいはい、じゃあだんだん話していきますね。いきましょう。それで聞きたい。
いや僕結構話してる音好きだったなぁ。ああ、マジですか。ちょっと聞いてみていいですか。うん、ああ、全然あのフレーズによってもありますね。ああ、そう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 。ギャンギャン刻むときは、あ、そうそう、近い方がいいけども、なんかその板物の後ろで、そうそうそう、そういう時は僕離れてる方がすごくねナチュラルで。ああ、伴奏とかコード弾きの時はちょい話の方が合うかなって思いましたね僕。うんうんうん。あんまり話すとやっぱり何弾いてるのか分かんなくなったり、やっぱギターのせっかくのアタック感みたいなのがちょっと捉えきれない時も出てくるんで、はいはい、話しすぎるとちょっとあれなんですけど。ちなみになんですけど、近いのと遠くを混ぜるっていうのもありなんですか、ね、あ、混ぜるのはこれはあんまり良くなくて。ああそうなんですね。実は一層がずれるんですよ。はいはい、一層これちょっと難しいんですけども、はい、まあ、スピーカーからこう空気をこう振動してる時に空気を押したり引いたりする、はいはい、これがまあ波形で上行ったり下行って、まあ、一層っていうのになってくるんですけども、はいはい、音波ですね。音波のこの音波、そうそうそ う, そう、ね、まあそうね、音の波形がで、それがマイクとスピーカーの距離がこうずれているのを混ぜちゃうと、そのこっちは今上がっている状態なのにこっちに届いた時には下がってる状態なので、はいはいはい、打ち消しやっちゃって、はいはい、なんか変な音になっちゃうんですよ。モチベーションかけたみたいな。あ、そう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 。なのでマイクの距離は揃えた方がいいです。はいはい、なるほど。これは ただ俺のトークを止めれなかったただ一個あるのは、あのプロのレコーディングとかでもアンビエントのマイクって、はい、もうだいぶ離れたところに立てて、はい、その空気感を取るみたいなのはあります。はいはいはい、はい、もう部屋のそっちの方に置いておいて、そのここで鳴った音がちょっとだいぶ遅れて取れることによってリバーブ感、ルーム感みたいなのを出すみたいな。ああ、なるほどなるほど。それが OK ってことですね。 OK。 ただ自宅でやる場合はいらなくて、そうっすね。それって結構大きい音量で鳴らせるスタジオとかの話で、自宅でそれやるとそいつに生音入ったりするんで、はい、しかもちゃんとこう音響設備が整ってないとデメリットの方が大きいってことですよね、うん、いやこれ勉強になるな。勉強になりますね。で深見さんがさっき言ってた2本立っててずらすで立てるのは、はい、まあさっきのなしなんですけども、2本立ててスピーカーからの距離はずれてないんだけども、こう2本立てるとどうしても真ん中寄りのやつと外寄りのやつが出るじゃないですか、はい、必然的に、はい、でこれを混ぜるのはありです。もう一回ですか2本立ててスピーカーからの距離は一緒だけれども、あのこうセンター寄りのやつとセンターからどうしても離れちゃうじゃないですか、もう一個のマイクって。あ、オッケー、あ、そういうことですね。そういうこと。はい。だから、それはオッケーで。それはオッケー。で、それを混ぜることによって、あのいろんなバリエーションが作れるっていうのはあります。へー。要は距離は同じにしないと位相のトラブルが発生しますよっていう。うん、基本的には。距離は同じでいろんなマイクの種類混ぜたり、うん、そういうのは全然 OK です。 OK、まあ、これだとスピーカーが超小さいから2個立てるのは無理なんですけども、はい、こういう大きいマーシャルだとかそういうアンプの場合、よいしょ、もう僕もオープニングでもやってましたもんね。こうスピーカーによって音がちょっと違うみたいな。スピーカーによって音が違うのもあるし、あの片方はこのセンター寄りでエッジのこう、はいはいはい、ガチャッていうところをしっかり押さえて、もう片方はちょっとこう外寄りにして低音をメインに取っていくことによって、はいはい、後で自分でバランス変えれるんですよ、はいはい、でなんか桶に合わせたら、ああもうちょっとこっちの方が良かったな、バランスで EQ で変えると、まあ、それもできるんですけども、そのね取り音の組み合わせ方でできるっていうこともあります。とりあえず取っとくのはありということですよね。あり。あ、で後からダウでいじるっていう、うん、作曲ソフトでいじれるっていうことなんで。へえ。ちなみに真子さん、はいはい、家で撮ってる時マイクとか立てるんですか？いや俺は前まで立てたけど、はいはい、最近もあのいつも使ってるアンプシミュレーター使ってやってるから。ああ、そうなんですね。でもやっぱ生のこのアンプでしか取られへんレンジの広さがあるから、はいはい、違います。やっぱ違うな。へえ。 6K 以上 8K なんかそのエアー感、はいはい、超高音がやっぱりシミュレーターとバスって落ちてんねん、カットされてて、はいはいはい、それがなんか取れるというか。へえ、そうなんですね、うん、まあ、生このねこのマイク取りの良さっていうのはありますよね、確実に。そうですよね、うん、理想は多分混ぜるが一番いいんちゃうかな、シミュレーター音と。はいはい、確かレコーディングの時それやってもらって、昔やけど。あ、そんなことするんですね、混ぜるって。ラインの音とマイク取りの音を
いい感じに混ぜてくれるみたいな、はいはい、結構いい音してたから。あ、そうなんですね。それ別で撮ったの日本ダビングです。いや、あの JVM で同時に分けて、そうだ、同時に。あ、なるほど、ね、それもありですね。そうそう。で、一個注意点としては、はい、家でやるときにあの音量をあの、まあ、ご自宅なんで上げれる範囲っていうのはあると思いますけど、あんまり小さい音でやりすぎると生音が入っちゃうことがあるので、これそう、やっぱりこの相対的な、ね、比率の、まあ、めっちゃ離れてるとかだと大丈夫なんですけども、なのでちょっとあの生音に対してちゃんとこっちの方が全然大きい音になってるかなっていうところだけ気をつけた方がいいですね。あ、なるほどですね。次なんですけど、はいはい、今井さんがこのちょっとねランク的には上になるんですかね。うん、上ですね。いいマイク、まあ、はいはい、クジラっていうマイク持ってきてくださったんで、はい、これでどうなるかっていうのを検証してみたいと思います。なんでクジラなんですかそれ。なんか形がクジラだからみたいな。ああ、そういうことですか。そうなんですね。そう、クジラっぽくないですか。正式はMD421 の2ってやつですね。はい、で、これでどれぐらい音変わるのかやってみましょうか。うん、これは僕も初めて聞くんで、うん、楽しみですね、これは。このローカルがいいですね。そう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 、ぶっちゃけこの鳥音生音よりも全然迫力あってかっこいい。これお届けできるんですよね、後で。あ、もちろん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 。じゃあこれマイクはこんな感じで、うん、あと僕もう一個気になるのがあって、はい、結構スマホで撮る人とか多いじゃないですか、うん、あ、はいはいはい、そのパターンとかもあるんですかね。ありますあります。あ、そうですか、うん、こうした方がいいよ的な。そうですね、あのスマホで撮る時もあの結構最近の iPhone やっぱマイクの性能いいんで、はい、はい、あのここに置いて撮ることももちろん可能です、はい、ただ一個注意しなきゃいけないのが iPhone って指向性あの撮れる音の範囲がめっちゃ広いんで、あ、はいはいはい、なのでちょっと周りの音を拾いやすいので、うーん、自分がちょっと離れたところで弾くだとか、はいはいはい、そういった工夫はいるかもしれないですけども、であとセッティングする位置もさっき言ったのと全く一緒ですよ。そのセンター寄りなのか、はい、ちょっと外に寄せるのか、ちょっと離し目にした方がいいのかとかは一緒です。ちなみにあのスマホのマイクの位置ってみんな知らない人多くないですか。 あれって難しい。あ、それ使ってるもんな、これ。今そうですね、あれね、下の左なんですよね確か。そう、これなんですよね。そっち、これですよね。そっち、これがマイクなんで、うん、だこれをこう合わせるってことですよね。そうですね。これ意外とそう、まあ、いっぱい穴あるんでね、こっちの方がスピーカーだったりするんで。僕だってこれ全部スピーカーと思ってました。そう、ここをね塞いじゃうと、そうそう、なんか話し声聞こえないんだけどって言われちゃう。そうですね、マイクの場所は大事ですよね。うん、まあ、大体、はい、あ、すいません。僕たちもやってみたいですね、マイク撮りっていうか。そうやな、一回こんだけ音あったら一回なやってみたいもあるよ。そうですよね。これって結構大変なんですか、このセッティングといいますか、撮る時のその設定。なるほどね、ここまでセットするのに、あ、なんかハードル高いイメージあるんですけど。いや、3つあれば。3つ、1個は、はい、まあこのコンピューター、コンピューター、今日だと MacBook ですね、はい、でもう1個はマイクをつなぐここのオーディオインターフェース。オーディオインターフェース、あ、これですね、はい、こういうやつに、まあ、これ、まあ、ここにはヘッドホンがつながって自分に返しがあるのと、はいはいはい、この線でまあコンピューターとつながってますと、うんうん、これ電源 で、 ちょっとマイク、まあ、今は2本刺さってますけども、まあ、ここに1個マイクを挿して、それをここにこのキャノンケーブルでつなぐだけで、マイクこの 1,2,3 で取れちゃう。あ、これだけなんですね。これだけです。で、あとこのパソコンといいますか、コンピューターの方で録音すると。そうですね。まあ、ここの録音のソフトがいりますけれども、はい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 、それがあれば取れちゃうし、そうですね、なんなら今、オーディオインターフェースこう買うと、例えばヤマハ系のやつを買うと、キューベース、AI とか LE が付いてされてるので、そのインターフェースとマイクを買えば、もうソフトは付いてくるんで。もっと削るなら、マイクを iPhone にして、うん、そうですね。あ、そうですね。うん。確かにお手軽にみんなできるん で、 であとちょっと最後に、はい、個人的な質問があるんですけど、なんや、はい、僕家でね、はいはい、ギターで3メートルのシールド使って、あ、でギターアンプシミュレーターにつないで、うんうん、そっから3メートルのシールドでインターフェースつないでるんですよ、はいはい、これってシールドの長さって長すぎるとやっぱダメなんですか、うん、
一言で回答しづらいんですけれども、はいはい、まずギターの直後については、はい、あんまり長すぎない方がいいです。あ、直後は直後は、あ、ギターからじゃあそのシミュレーターはなるべく短くして、あの、いや別にそんな絶対短く、まあ、3メートルぐらいになると全然ないです。だから5メートル10メートル15メートルとかになるにつれてだんだんこの肺落ちしてくるっていうか、はいはいはい、あのギターってこうインピーダンスが高いって言うんですけども、普通のこのパッシブピックアップ電池の最新の普通のギターの場合、あの信号がねすごい微弱なんですよ、はいはいはい、だって普通に考えてみてください、はい、ギターって電池もないのに、はい、弦の振動を磁石のコイルでね、ピックアップって磁石ないんですけど、はい、あれで拾った微弱な信号がちょろちょろって流れてくるんですよ。発電してるわけじゃないですもんね。そうですね、もう小川です。コイル小川何も消えそうだ。そいつをそんなに長く旅させたら、はい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 、だんだん劣化しちゃうんですね、はいはいなのでまあ3メートルなんで全然 OK ですか。じゃあ3、6は全然 OK ですか。でエフェクターを通った後、まあそういうアンプシミュレーターだとかプロセッサーを通った後はかなり電気のこの信号としては強くなるんですね、はい、まあ電流が大きくなるっていうことなんですけども、はいはいはい、まああのノイズの影響とか音質劣化しにくくなるので、はい、それ以降はそんな気にしなくても大丈夫です、はいはい、もうその何百メートルとかしない限り、はいはいはい、あともう一個だけですか。はい、オーディオインターフェースの品質って、例えば、うん、例えばですよ、うん、1万円のやつと10万円のやつで、うん、音質って結構変わるもんなんですか。全然違う。これは全然違います。あの今日僕のやつも、はい、まあ、結構こだわってこれ持ってきてるんですけど、はい、やっぱりもっと安いやつだったらこんな音はしないかもしれない。それは、インターフェースで一つ言ってるんですけど、二つ中に大事なポイントがあって、一個はマイクプリアンプっていう、はい、マイクの音をこう増幅する回路と、あとはデジタルに変換する AD コンバーターって、アナログからデジタルに変換する回路っていうのが難しい、はいはい、ダックってやつですね。あ、そう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 あの、まあね、そういうのがあるんですよね。デジタルに変換するためのそうコンピューターにね渡すためにデジタルに変換する、はい、そこのクオリティってすごく大切で、あ、ただ初めからそこにお金かけるよりかはやっぱりそのマイキングのやり方だとかそっちに、はい、あの注力した方がいい音作りやすいので、そこはもうゆくゆく上がっていけばいいかな、はい、うん、じゃあ比重的にはもうマイクが一番大事で、うん、やっぱり撮る音が大事 で、うんうん、で次、まあシールドとオーディオインターフェースはそこまで比重は高くないってことですか。まあシールドはまあ全然気にしなくてよくて、インターフェースはまああの音はそのものによって変わるってことだけまず知っとけば、はいはい、うん、なるほどです。いや、ありがとうございました。いやこんな直で弾けることないんで、そうですね、この方に確かに。じゃあもう今回結構いろいろ勉強させてもらったんで、いやいやいや、まあ、これで終わろうと思うんですけど、ちなみにあのさっきも言ったんですけど、今井さんの方でもコラボさせてもらって撮ってるんで、よかったらチェックしてください、ね、概要欄貼っとくんで、このねマーシャルにね、いろいろターンからさせて、いろいろターンからさせて、いろいろやってるんでじゃあこんな感じで終わりますんで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さっきの見せてもらっていいですか。さっきの方がなんかギターの話はこっちの方が長いから、さっき今のがこれ全然大丈夫ですか。それでも OK な顔してるんでこれがオッケーな顔、これがオッケーな顔いつもの顔っすね